今週は1月18日から1月25日までの話題を7つお届けします。まずはこちら。1月25日に由比の森荒川で行われた第11回柳田邦男絵本大賞表彰式と講演会の模様をお送りします。絵本を読んで感動したことや人に伝えたい感想、読み聞かせを通して感じたことなどを柳田邦男さんへの手紙形式で綴る柳田邦男絵本大賞。ノンフィクション作家柳田邦男さんの協力のもと、子どもから大人まで多くの世代の皆さんの読書活動を推進しようと平成20年度にスタートしました。11回目を迎えた今年度は、子どもの部・一般の部を合わせて過去最多となる1244件の応募がありました。この日は入賞した24人の皆さんが発表され、子どもの部で大賞に輝いた草柳由美子さんと一般の部大賞の森夏子さんには、柳田さんから賞状と副賞の絵本が手渡されました。表彰式に続いて講演会が行われ、これまで寄せられた1万通を超える手紙から柳田さんが感じたことなどが語られました。子どもの心なんだしっていうのは、なんとなく時間が経てば少しずつこう大人になって成長するんじゃないんですよね。何か一つの出来事なり事件なり、あるいはその経験なりがあると、そこでジャンプするように、階段を2段階ポンと上がるように、なんかそこで気づいたことで自分の人格形成、パーソナリティがこう一歩成長するわけですね。そういうきっかけとして絵本の読み聞かせというのはものすごく大きな意味を持つんです。来場した皆さんは熱心に耳を傾け、絵本の魅力を改めて感じていました。子どもはもちろん、大人にもたくさんのことを教えてくれる絵本。皆さんもぜひ絵本を読んでみて、来年度の絵本大賞に応募してみてはいかがでしょうか。続いてはこちら。3つの話題をまとめてお伝えします。1月18日サンパール荒川で荒川区環境区民大賞表彰式が行われました。荒川区環境区民大賞は、区民や事業者・団体の優れた環境への取り組みを表彰するものです。今回は5つの部門に合わせて756点の応募が寄せられ、その中から大賞10件、特別賞20件、奨励賞33件が選ばれました。町エコ部門で大賞に選ばれたのは東大具赤戸町会です。昭和50年頃から町会独自で資源回収を行うなど、ゴミの削減に積極的に取り組んでいる点が高く評価されました。美化部門では都立荒川工業高校が大賞を受賞。10年以上前から授業の一環として行っている学校周辺の清掃活動が高く評価されました。このほか表彰式では、小中学生を対象に環境保護をテーマにした作品を募集したエコポスター部門など各部門の表彰が行われ、大賞や特別賞を受賞した個人・団体に西川区長から賞状が贈られました。1月19日荒川ふるさと文化館で南千住西部地区の地域活動報告会が行われました。
自分たちが暮らす町で行われているさまざまな地域活動への関心を高めてもらおうと地区ごとに開催している報告会。この日は南千住西部地区で活動する民生児童委員や町会長など3人の方が発表を行いました。荒川区高年者クラブ連合会南千住随行クラブの会長を務める岩崎さんからは、地域におけるクラブ活動の重要性などが語られました。高齢者の方々にとって魅力があり楽しいと思う活動を通してですね、皆様の健康づくりに役立ったり生きがいとなるようなクラブにしていくことが必要だと思っております。あとですね、町会とかですね、保育園などの地域の団体ともですね、交流を一層深めて一体となる関係を築いていきたいと考えております。参加した皆さんは、より良い地域づくりのために様々な立場で尽力する方々の話を聞き、地域活動への意欲を高めていました。1月20日、都立塩入公園でスポクラ駅伝 in 塩入が行われました。これは地域住民が主体となって運営する総合型地域スポーツクラブ南千住スポーツクラブの主催により毎年行われている駅伝大会です。1チーム4人がタスキをつないで順位を競います。今年は6つの部門に78チーム327人のランナーがエントリーしました。小学生の部は1人2キロ、中学生の部と大人女性の部は1人3キロ、そして一般の部は1人4キロの周回コースを走ります。ランナーの皆さんは力強い走りでコースを駆け抜け、チーム一丸となってタスキをつないでいました。2連覇できたので嬉しいです。みんな、いいタイムが出たので良かったです。みんなで練習して来年も優勝したいです。みんなバスケやってるんですけど、その練習の成果が出たと思います。疲れたけど楽しかったです。大人たちのランナーたちに支えられている大会ですので、これからチーム数を増やしていって100チーム超えたら欅通りを止めて一斉スタートの駅伝ができたらなって思っております。なお大会の結果はご覧の通りです。荒川区環境区民大賞表彰式、南千住西部地区地域活動報告会、スポクラ駅伝 in 塩入の話題をお伝えしました。続いてはこちら、3つの話題をまとめてお伝えします。1月20日、都立産業技術高等専門学校荒川キャンパスで中学生ロボットコンテストが行われました。これはロボット制作やコンテストを通じて中学生にものづくりの楽しさを感じてもらおうと、荒川区と北区が合同で開催しているものです。今年は荒川区北区から33人の中学生が参加しました。参加者は11のグループに分かれ、去年12月下旬からこれまでに6回の日程でロボット作りを行ってきました。この日は全部で4回ある大会のうち最初に開催された大会です。自作のロボットを操縦し、リングの中にカラーボールを入れて得点を競います。中央にある小さなリングの中に入れると V ゴール、その時点で勝利となります。大会は決勝戦で V ゴールを決めた
第三中学校1年生2年生チームが優勝しました。最初の方は操縦がうまくいかず悲しかったんですけど、まあ、最後の方になったら操縦が結構うまくいって優勝できたんで良かったと思います。ちゃんと調整を頑張ってやって次の試合でも勝てるように頑張りたいと思います。1月20日ムーブ町屋でオグ消防団はじめ式が行われました。現在オグ消防団には6分団159人の団員が所属し、火災や自然災害に備え日々訓練を重ねています。この日は訓練活動において優秀な成績を収めた団員に贈られる消防総監賞や荒川区長賞をはじめ、防災訓練の指導を積極的に行った団員を称える防災部長賞などの表彰が行われました。また新入団員による宣誓が行われ、消防団員として地域住民の安全と安心を守ろうと決意しました。団員諸君が地域の防災リーダーとして安全安心な街の実現を目指し、今後とも小倉消防署とともに各種訓練に励み、地域の皆様の信頼と負託に応え努力していくことを期待します。1月25日小国市小学校で避難所開設訓練が行われました。今回初めて行われた小国市小学校での避難所開設訓練、西小国5丁目町会と西小国7丁目本町会の皆さんに加え、小国市小学校ジュニア防災クラブの児童も参加しました。訓練では町会の皆さんが避難者カードの集計や無線を使った情報共有、非常食として備蓄されているアルファ化米の炊き出しなどを行いました。小国市小ジュニア防災クラブの児童は災害用のトイレの使い方を教わったほか、町会の皆さんが準備したアルファ化米の配膳などに挑戦しました。そしてこの日の訓練には東京消防庁の VR 防災体験者も登場。映像に合わせて振動や風などの演出がなされ、地震発生時にどのようなことが起こるか体感しました。参加した皆さんは子どもから大人まで地域が一丸となって災害に備えることの重要性を感じていました。今週は7つの話題をお伝えしました。以上、ウィークリーニュースでした。